こんなに卵ふわふわになるぞ、これ。ふわふわの卵ができるんですよ。はい、どうも料理のお兄さん、リュウジです。お母さん見てる？今回はですね、結構ね、来てるんですけども、でも大丈夫です。今回ね、超簡単なのでね、ほろ酔いでもできる。しかもですね、低糖質痩せ飯、豆腐と卵のサンラータ、お酢も入るんでね、すごくさっぱり召し上がれるっていうようなレシピになってるので、これね、ぜひねやっていただきたいと、これからですねやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ということですね、まずですね、これを作るに至ってですね、材料ここにあるんですけども、豆腐ね、長ネギ、卵、ちょっとね足りないものがあるんですよ。エナジーが足りませんね。エナジーをこれから足していきたいと思います。グラスにビール、ね、エナジードリンク、ライジンのハードジンジャー、辛口のジンジャーエール風味の味で本当にうまいですよ。これをですね、ビールに注いで、一体どうなってしまうのか。うぃー、最高にうまそうなシャンディーが増えてきましたね。美味しそうでしょう。エナジーをプラスしていきます。あ、うまい。甘くないんですよね。生姜の香りがすごく立ってるんですよね。非常にね、食事に合う。あ、うまいな。ちょっとおまけで料理します。はい、そしたらやっていきたいと思います。そしたらですね、鍋にまずこの絹豆腐ね、絹豆腐をね、ポコポコと、入れていきます。はい、ちょっとね大きめでもいいですよ。後でね、どうせねぐちゃぐちゃに崩しちゃう、混ぜてる間に崩れるからね。はい、大きめで大丈夫です。はいはいはい、ポイポイポイ、ソーミシャンなんですね。はい、これなんか1と、半分ぐらい、小さじ1と半分ぐらい。はい、お精油を小さじ1、はい、お精油をね、小さじ1ね、ごまの油を小さじ1、もうね、これ火にかければいいんで、全部ね調味料入れちゃうんですよね。はい、お水入れます。はいはいはい、で火にかけます。ここで切っておきます。はい、ね、ネギね、長ネギ1/3で、ネギもね、ここで入れちゃう。ちょっとね、今回くたっとしたネギにしたいなと思って、これにあれを入れてこうしていきます。沸騰するまでの間に皆さんね、ちょっと時間が空いてると思うので、ライジンボーイになってます。ああ、俺がライジンボーイだ。嬉しいこと、どこに売ってんですかって言われるんですけども、セブン、ローソン、ファミリーマートさんにはですね、置いてあると思いますんで、探してみてくださいね、これね。そこでビールと一緒に買ってエナジーを足していく。あー、どうですか、エナジー感じますよね、僕からね。そんなこと言うとる間に沸いてきちゃった。ポコ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 になってきたら、火はね、弱めちゃってください。計量カップでね、溶き卵やるメリットはね、こっからね、糸状にね、スーッと出るんでね。はい、こんな感じですね。こんなに卵ふわふわになると、これふわふわの卵ができるんですよ。豆腐はね、箸で、すぐ崩れされるんで、お好みの大きさにね。こうしたらね、もうね、スープは完成。ここに、お酢をね、小さじ2ね、僕はもう目分量で、もうこれはね、お好みでいいです。こんな感じで注いでいきます。で、なんで最後に丼にお酢を入れたかっていうと、お酢って、熱を加えると酸味が、ね、飛びやすいんですね。なのでですね、丼に沈めて、そこにスープをですね、かけるのが一番ね、酢の、酸味が引き立つんですね。最後にあれですね、はい、はい、少しもうネギ入ってるんですけど、豆腐と卵のサラダ完成です。はい、じゃあいただきます。いただきたいと思います。
体めっちゃ温まりますもんね。スープの味が非常にしっかりしててですね、お豆腐と卵だけなんですけども非常にね満足感があります。うまい、あ、うまいなこれ。非常にね低糖質なんですよね。本来はねサンラータンで片栗粉で少しあのとろみをつけるんですけど、今回ねあえてつけてないです。片栗粉ってあの糖質を高めてしまうんでね。このライジンもね糖類ゼロなんですよ。これ仲間です。飲んだ締めに最高ですねこれね。罪悪感ないっていいわ。で今回ねちょっとねこのライジンのハードジンジャーがね糖類ゼロでですねゼロカフェインゼロキロカロリーゼロシュガーなんですよ。攻めたいなとやったんですけども、ちょっと酔っ払いすぎてビールと味噌だから、でもですね、これあの本当にね、ゼロカフェインゼロキロカロリー、ゼロシュガーですのでですね、豆腐と卵のサンラータンと合わせていただいて、あのヘルシーにエナジーを補給していただきたいなというふうに思います。もう料理いい。